はい、ということで、始まりましたもがきゅうライブ、本日が199回目、ツイキャスと合わせると231回目でございます。皆様こんばんは。はい、ということで、本日、11月21日は、2AW の、11月のビッグショー、グランドスラム in TKP ガーデンシティ千葉大会の前日でございますと。はい。でね、今日なんですけれどもね、はい、今日はね、直前スペシャルということで、あれ、どこ行った？はい、直前スペシャルということで、明日に控えましたね、大会直前情報を、皆様と一緒に確認していこうかなというふうにございますと。はい。これは、JW の情報ブログの方でね、リリースされている、情報でございます。感染予防対策を徹底し、また安心してご来場いただけますよう、選手スタッフ一同全力で努めてまいります。お客様には引き続き、感染予防の取り組みに何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げますと。はい。ということでね、もちろん、何？感染予防の対策ね、アルコール消毒や、入り口での検温等々、行ってまいりますので、皆様ご協力をお願いします。でもちろん、あの感染中もう基本的に会場着いたらずっとマスクはつけっぱなしでお願いします。で、マスクを外しているお客様に対しては、ちょっとお声掛けをさせていただく場合も、ございます。ちょっとね、やっぱりこのご時世マスクをしてないとなるとね、ちょっと、マナー的にね問題ありますんで、ちょっとマスクをしていただけないかというふうなお声掛けをさせていただくこともございます。そして、あまりにも聞いていただけないようでしたら本当に申し訳ありませんが、会場から出ていただくという措置を、取らせていただく場合がございますので、皆様、ご協力のほど本当によろしくお願いいたします。はい。当日券販売、チケットの引き換えは大会会場4階ロビーにございます。チケット窓口にて11時半、はい、11時半より開始いたします。特別リングサイド席はもう完売しております。残っている席、指定席 A、 指定席 B、また、18歳以下の指定席が販売中でございます。で、当日の11時半までは、4階大会会場売店フロアへのご入場やご待機はね、できかねますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。本大会のチケット、ワンドリンクのチケット料金含まれております。ドリンクの交換は4階ロビーの、にございます。本当分かりやすい位置にある、ドリンク受付場所にて、ドリンクの交換ができますので、アルコールの場合は1ドリンク、ソフトドリンクの場合は2ドリンクと交換することが、できますので、ソフトドリンクをね、飲み物買っていこうかなって思ってる人は、2ドリンクと交換できますんで、その辺は大丈夫でございます。また、駐車料金割引サービスも会場時よりドリンク受付場所にてご対応いたしますので、ご利用の方は駐車券を、ドリンク受付の時に提示お願いいたします。で、感染予防、拡散防止対策でございます。ご来場の前に、ご自身の体調の確認お願いいたします。体調不良、咳や発熱のようなね症状がある方は、ご来場を、お控えいただけますよう、ご協力本当によろしくお願いいたします。基本的に最近ずっと行ってますけど、入場の際チケットのね半券を、保管するんですけど、保管というかね、もぎりって言われるね、チケットの半券を入れていただくんですけれどもね、それはなるべくお客様のみの、でお願いいたします。あのね、チケットを受け取ってこっちのスタッフがチケットを受け取って切って、でお客様にお渡ししてっていう風な、なるべくそういった接触を控えたいので、
入場の際に、お客様自身が、半券切っていただいて半券を、入れるボックスがありますので、そちらの方に入れていただいてという形になります。で、ご入場時必ずアルコール消毒を行っていただきます。アルコール消毒液は会場入り口付近に設置いたしますのでご利用ください。これはもう徹底してお願いいたします。で、飛沫の恐れのある大声での感染や垂れ幕の持ち込み掲示、紙テープの投げ入れも、申し訳ありません。ご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。マスクを外してのご観戦をご遠慮いただきますよ。先ほども言いましたね。はい。で、チケットの半券の裏に氏名、住所、連絡先番号も、ご記入お願いします。こちらもね、記入スペースがございますので、そちらの方で記入して、半券を切っていただきますようよろしくお願いいたします。はい、以上ですかね。はい、詳しくは、2AW のね、公式ブログを、参照いただきますようよろしくお願いいたします。動画撮影は禁止でございます。こちらも 2AW 基本的に、大会は、動画撮影禁止でございます。動画撮影を発見した場合や、アップロードしたのを確認した場合はちょっと何怖い人が行くかもしれないので注意してください。はい。で、全試合終了後なんですけれども、ご退場時の混雑を防ぐために、席の方角ごとの退場となります。アナウンスに従って、退場いただきますようご協力お願いいたします。はい、ということで、ちょっとね、画像をね、パソコンに入れるのをね、忘れたので、新作グッズが明日より発売されます。ということで、もう早速来てもらいましょう。本日のゲストはこの方でーす。吉田、ショコラオレ持っていくの忘れた。こいつ、せっかく買ったのに。俺のショコラオレ。はい、ということで、明日からね、発売いたします。吉田彩人パーカーの新色ですかね。そう、新色。はい、新色、前回が黒。そう。の販売でしたけれども、うん、今回は、カラーホワイト。そして、そして、ホワイトと、ちょっと待ってね。今、準備中ですから。はい、グレーでございます。こちらの2色が販売されます。明日からね。せやで。はい、1着5000円。サイズが SML、XL と。あ、XXL もある。2XL もある。そう。おー、なるほど。大きいのをいっぱい作った。お前あれやったから前回のね反省を生かして、そう S と M はだから逆にめっちゃ少ないからレアです。ああなるほど。じゃあもう本当 S か M 買いたいという方はもう急いで早めに売店に駆け込んでください、はい、明日なくなる可能性全然あります、はい、ちなみにどのくらい作ったかって、あ、20-20やからめっちゃ少ない。ああ少ないね、うん、20-20です、うん、合計40枚な、はい、でそっからあれ何、ね、各サイズごとに分けてるんで、うん、本当各サイズ、まあ、単純計算でまあ 4,5 枚っていう感じですかね、うん、ですね、うん、単純計算でなので、うん、ね、ぜひとも明日から発売、はい、新色吉田とパーカーをぜひともご購入してください。ぜひ。で黒も一応まだあるのかな、もうちょいでも ね黒もちょろっとだけあるはずです。 SM だね、はい、黒は S と M が、うん、まだございます、うんうん、もうないよほぼ、うん、そっちも、はい、そしてあまあつながりでいけば、吉田彩とマスク、あそうそれはマスクも販売され、あれ今日のインスタライブでお見せします。あじゃあ今日のインスタライブで、うん、実物の方はね、うん、吉田はお見せするんで、でもね、まあいいかインスタライブで話せばいいか、そうやね、うん、そうする。まあ画像はこんな感じこんな感じ、うん、こんな感じです。です。まあそうなんですよ。
まあいいか、もうこっちでも話しちゃうけど、なんか俺が思ってた通りのあれじゃなかったんよ、うん、マスクが出来上がりがね。だからもうシンプルに安くした、思ってたより自分の、あ、まあまあまあ賞味の話、そうマスクがね1000円なんですよ、うん、1000円こういうマスクで、うん、そのなんだろうな、まあ、こういう何オリジナルのデザインが入ったマスクにしては、うん、ちょっと安いなぁと思ったんですよ、うん、そうちょっと思ってたのと少しだけね違ったからね、うんうん、1個目なんですけどこれが、ほうほうほう、まあでもまあこれでも全然別に選択もちろんできるし、うん、できそうだね、まあ、全然こう使っていただけるとは思うんですけど、まあ一応自分の思ってたのと違ったからちょっと値段は下げた、だから2個目3個目はもっと思い通りに近づけた上で本来出そうと思ってた値段で出そうと思って、はい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 、なるほどね、うん、今回はちょっと安めにご購入できますんでね、ぜひと皆様買ってみてください、ぜひ、はい、ということで、あと吉田のグッズはないかな、ね、うん、はい、ということで、うん、まあ私のグッズとして新しく出るのが新作のポートレートでございます、見た、さっき見た、はい、新作ポートレートが、私最上級、うん、吉野幸太郎、うん、笹村あやめ、新垣里奈、うん、この4種類が、はい、新しく、発売されます、うん、俺のはね、そう、まさかこれが使われるとは思わんかった、ふざけて撮った写真が、ふざけてる少年に戻っとるわ、ふざけて撮った写真が使われると思わんかった、低級野球プラスチックバットで、プラスをプラバットで打つところ、ね、テープぐるぐる巻いて、でもね、モガキューライブ T シャツを着ているポートレートは初めてかな。おう、ほう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 、うん、初めてなんで、ぜひとも買ってください、うん。吉田さん、ツルツルポートレートはまだあるよね。ある、ある、ね、全種類あります、うん。まだ全種類あります。はい、全種類、明日も持っていきます。うん、8種類あるよね。はい、俺、ポートレート。多いな、多い。俺の2か3やな、多分。新しいのを出すってなった時に、うん、なんか、向こうが間違えて 前のもなんか作っちゃったみたいな、あーなるほどね、 でもそれも使ってください吉田さんって言ってくれて、まあ、せっかくだしありがとうございますっつって、うん、いっぱいなった、いっぱいだから俺売店だったらもうポートレートでなんか人のグッズ埋め尽くしちゃうんやそうやねそうスペースがね、うん、ザラザラのポートレート、ザラザラではないでしょ、別にもともとのやつもともとのポートレートの生地のやつは吉田はもうないです、もともと、そうね、自分ツルツルのが8種類あるんで、オールツルツル、はい、オールツルツルです、うん、私の新しいポートレートは白いスペースが多いんで、いろいろ書き込みます、うん、もういっぱい書いちゃうわ、嘘そんなに時間はない、うん、そんなに時間はないと信じてる、もう長蛇の列、長蛇の列、はい、俺もね、吉田も明日会場時、はい、前半の売店かな、そう、はい、前半に売店出ますんでね、うん、ぜひとも、直接購入してください、はい、アメリは書きません、アメリ書いて、アメリはだって5分かかっちゃうから5分やん、絶望やんもうええやん、ポートレート1枚に5分かけたら休憩時間15分とか20分とかそんな感じやのに3人しかさばけへん、うん、3人目の途中で多分終わるそうアメリ途中で完成せずに終わる、ごめんごめんごめん、はい、あと、タンクさんの新グッズも出るんですね、タンク長い進化した最愛 T シャツ、ね、これ最初ね5色だと思ったんですよ、うん、進化の進が伸びる、うんうんうん、ちゃんとそうなんやね、うん、単純に、なんですけどこれ合ってるらしくて、うん、袖が伸びたから、ほうほうほう、もともとね、前あった最愛 T シャツ、ね、うん、最愛 T シャツは普通の T シャツだったんですよね、うん、これがロン T になったと、はい、いうことで、ロン T いいよね、うん、いいね、やっぱね、おしゃれ、ああ、ミニ四駆ね、ミニ四駆は明日会場に持ってくのはさすがにちょっと手渡しになって危ないかなと思ったんで、後でちゃんと送ります、それは忘れてません大丈夫です、ずっと思ってるんです、私もミニ四駆早く送んなきゃなって、うん、忘れてるようなもんよ、えもう期間的にえぐい、もう全然埃かぶってる期間やん
いやだからさすがにね、あのミニ四駆だけ送るのは申し訳ないと思ってるんで、うんうん、何かしらね手書きの何かとか、おアメリじゃない、手書きのアメリじゃないアメリ入ってんじゃないこれミニ四駆に。いやでも私が送るのはあの山村さんではないですから。あれ違う方ですから。あ私があの私のブロッケン G を送るのは違う方ですから。はい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 、うん、そうか。そう、あの小雪のデータに関しては完全に忘れてたわ小雪のデータヘッセンさんに送るって言ってたの完全に忘れてた絶対忘れてるやろな、うん、そんなんね絶対完全に忘れてたんで、ちょっとあの TKP 終わったら言うて、うん、今ちょっと TKP の話で TKP のことで頭いっぱいやから、うん、ワンチャンアメリ、ワンチャンアメリなくなりましたね。そう、ワンチャンアメリなくなりました。そっちじゃないということで、はい、で、あと笹村のT シャツも出るみたいです。笹村あやめ T シャツ、これはすごいシンプルなデザインですね、うん、そうでもねこれはおしゃれやと思う、ね、すごい文字がちょっと読みづらいんですけど、なんなんやろ俺が好きなんかなこういうの。俺これめっちゃいいと思ったもん。こういうデザインです。そう、これがまたちっちゃいよね文字がね。そうちっちゃいんですよ。いやおしゃれやと思う俺こんなんすごい好きやわ。カラーホワイトでサイズが SML、XL、あタンクさんの T シャツも、サイズ SML、XL と、うんということで、笹村の T シャツは3000円です、はい、ちょっとうちの商品の T シャツの中ではちょっと安めの、うん、そうね、お値段です、うん、ほんで、中修馬、お中初めてのシャツも販売されます。よいデザインはもがきゅうレギュラー陣がこんな感じ、こんな感じです。いっぱい、おということで明日ね、新作グッズが出ます。中初めての T シャツが出る、中週末に来てもらっちゃったりしてもいいんじゃないのかな。いいのかな。わわわわ、はい、どうということで中修馬でーす、うん、はい、あ、呼ばれたのはい、ということで明日新作の T シャツが出ますね。中初めてのシャツと。そうです。ということで、カラーはバーガンディ、サイズは SML、XL、はい、お値段3500円という感じですね。ワインレッドみたいなバーガンディ。そうこれはいいデザインだね。本当ですか。あの、何やっぱコンパスがすごいいいのよ。そうなんですよね。これ気づいてる方いたんですかね、今まで自分のサインが。そう、これもね、俺あのシューマから前聞いたんですよね、そのサイン、こいつの何サインっていう普通のサインがね、何コンパスをイメージしてるんですよね。そうですそう、これでね、でそれを元にベースにこちら地図を、上にはね宝箱とベルトがあったり、自分メキシコ好きなんで、ほう、こうスカールみたいな骸骨みたいなのがあったり、はいしてます。で、そう、下に文字が入ってるんですよね、文章が。Live your life, Live your life by a compass, by a compass, not a clock, not a clock。 どういうこと？あなたの人生を時計ではなくコンパスで行きなさいみたいなことですね。時間音じゃなくて自分のやり方をしなさいみたいな。なるほどね。ああ、いいね。はい。いいね。この左胸下ぐらいに書いてる文章は？左胸下ぐらいに書いてる文章は？なんか書いてる。うん。解読不明です。解読不明です。解読できる人はしてください。なんて言うんだっけ、そういうの。昔の文字なんて言うんだっけな。解読できない。オーパーツじゃなくてなんだっけな、なんか言うんだよな。まあそんな感じです。そうです、はい。いつか解読されることを願ってください、皆さん。はいはい、みんなでちょっとずつ解読していきましょう。そう、ちょっとずつね。ちょっとツイッターとかに書いていただいて。そう何行目はこれなんじゃないかっていうのを、ね、随時皆さんツイートしてください。はい、お願いします。ね、これは、枚数はトータル何枚ぐらい？30枚ぐらいですかね。30枚ぐらい。はいはいはい。で、サイズが SML、XL でございますので。はい、まあ単純計算で1サイズ、まあ、7枚8枚とかですかね。そうですね。そういう感じで販売されます、はい、まあ、いろんなサイズでね、多分枚数は分けてると思うんで、はい、もしかしたら、あなたの欲しいサイズがね、売り切れる可能性が早い場合もございますので ね,
ぜひとも、早めにね、はい、購入のほどお願いいたします。はい、お願いします。売店には出るんだっけ？出ます。休憩中ですね。あ、休憩中にそうだ。4人、はい、若手4人で、若手4人全員で出るみたいな感じだったよね。はい、そうです、休憩中出るんで、ぜひともね、この T シャツを買ってバッチリサインももらってください。バッチリ入れます。サインはこれどこに入れる？自分は裏かなと思ってたんですけど、ね、多分裏だよね、このデザインだったら、はい、裏で多分どうなんだろうな。黒ペン、黒ペンがいいのかな。金ペンかな。銀よりも金の方が。全部用意しておきます。そう、全部用意するんでね、どの色にも対応します。はい、ご希望の色を。はいそうですね。あ、プリントの真ん中もね、まあちょっと考えましたけどね。あ、なるほど。コンパス、やっぱサインがねそう、コンパスのデザインと似てるからね。生地的に大丈夫なんですかね。変えちゃってにじんだり伸びたりしそう。にじみはしなさそうだけど、洗ってすぐ落ちる感はある、ね、あ、確かにそれはあるかもしれないですね。もしその場合はもう保存用と絹用と買っていただいて、そう、買ってください、はい、ご希望があればもう波のふりしてへにょへにょサインも書きます。そう、もう何ニーズに応えますんで、お客様のニーズに応えていきますんで、うん、はい、これはもがみさんに、え、もがきのライブシャツいただいたんで。マジで、はい、サイズ大丈夫ですか？お、大丈夫大丈夫。え、もう本当に、はい、よっと来てください。え、よろしければ。もらっちゃったー。ひよ、やった。象形文字いや、これ結構デザインも自分がなんとなく考えてて、前々から、うんうんうん、でどこで出そうかなと思って、はいはい、ちょうど1年の節目なんで。ああ、そうね、はい、それもあって。もうこれはあれ、あのなんかデザイン委託とかそういうのじゃなく、完全オリジナルデザインみたいな感じ。デザインは自分の頭の中で考えてるのを、そのデザインしてくれる方に伝えて、うん、はいはいはい、はい、なるほどね、はい、もうすごいいい感じにしてくれされました。おそろおそろ、はい、ということで、明日ね、はい、販売されますんで、ぜひとも購入お願いいたします。お願いします。はい、ということで、じゃああれかな、ついでに意気込みを語ってもらいましょうか。このまま、そうですね、はい、ね、自分のカードは、はい、リッキーさん、うん、中、うん、ニキタイ、うん、アダム、うん、チチャリート、はいはい、若松、そうですね、6人タッグマッチなんですけども、はい、今も言ったんですけど、うん、自分去年の11月の TKP でデビューしたんで。そうね、まあ、だから本当1年ちょっと、ね、そうですね、本当に多分デビューその1年経ってからは、うん、まだスエ W の普通の工業では試合をしてないはずなんで。はい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 、はい、ビッグアドバンスが1周年の TKP だね。はい、なんでそういうの周りで、うん、気合が入ってて、あと、はいはいはい、TKP で多分買ったことがないんですよね。ああ、今まで何回くらい、デビュー戦含めて、うん、大体2ヶ月に1回くらいあります、ね、そうだ、2、3ヶ月に1回くらいのペースでやってっからね、まあ、5回、6回、うん、まあまあそのコロナ期間でできなかった時期ももちろんあるけど、あ、ね、まあでもそんぐらいやってんのかな。若松と、うん、シングルデビュー戦が負けてまして、はいはいはい、うん、でその次が最上さんでしたかね。最上さん、朝日さんはその次でした、確か。俺、朝日さんとやったっけ。自分たち、あの、2WF 明けです。自分が首、足、はい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 、ハンド首、4の字固め、うん、うん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 、やった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 、はい、うん、でも自分が負けちゃって。ああ、そうか、そうだね、はい、でその若松とのシングルがもう一回あったんですけど、それも自分が負けちゃって、で、あとは若手の4人のシングル、うん、シングルじゃなくて、うんうん、タッグマッチで、うん、あったね、若中対シテリとニキ、はい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 、はい、はもう多分自分チーム負けた気がします。まあ、中が勝ってはないんだよね。そうですね、うん、中が勝ち名乗りはまだ1回も受けてない会場っていうことだね、はい、いや、だからまあ思い出深い会場であると同時に、まあ、現状ちょっと苦手としてるというかね。そうですね、勝ちは進んではないんですけど、うん、TKP の会場はすごい好きで、はい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 、やっててすごい楽しいですし、うんうんうん、なんか自分の中でテンションも上がるし、なんかちゃんと落ち着いて周りも見える会場ではあるので、焦るときってもう周り全然見えなかったりするじゃないですか。うん、わかるわかる。なのでそういうのがなくて、すごいやりやすい会場で綺麗で、うんうんうん、そうね、はい、なんかなかああいう会場って
他の場所で見ないもんな。そうですね、うん、本当にそのホテルの宴会場みたいな感じなのかな、はい、そこを使ってやる試合っていうのはやっぱリング上に立っててもやっぱ雰囲気は全然違うんでね。はい、そうそう、俺も TKP デビューです。ああそうでした、ね、うん、俺は9月の6日、2015年9月の6日に TKP デビュー。あ、最上さんと試合した時自分の復帰戦でした、ね、そうだよね、はい、あの欠場明け、はい、休み明けだよね、首で、はい、うん、そう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 。で、まあ、別に若松にもそんなに負けは込んでるはずはないのに TKP では負けちゃう、うん、なんでそろそろちょっと勝ちたい。そうね、一回勝っちゃえばそのイメージもね、はい、そうですね、バチッと変えれるからさ、はいはいはい、なんで勝ちたいっていうのもありますし、うん、でその若手やっぱり4人とリッキーさん、アダム、やっぱり意識はしちゃうんで、その若手、ちっちゃい若松は、はいはいはい、特にそうですねっていう、そこもありつつニッキーとのタッグっていうのも、うん、自分は結構なんかしっくりきてて、おお、はいはいはい、このちっちゃりちちゃと若松、うん、ニッキーと自分っていうのはなんか自分の中ではすごいしっくりきてるというか、あの二人はやってた方がすごい、うんうんうん、あ、はいはいはい、自分はいいんですよね、若松とかは。で、まあ、ニッキーは多分試合してても楽しいですけど、うんうんうん、ニッキーと組むときすごい嬉しい気持ちになるんで、はい、はいはい、まあ合うんだろうね、なんか波長が、はい、自分的にはニッキーとのタッグもっといい感じに磨いていきたいなと思って、うんうんうん、なるほど、ね、組まれたのすごい嬉しいですね。はい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 、そう、俺もねデビュー戦の時は、坊主連合で、浅川とやって、シングルマッチで、何で負けたんだっけな、ノーザンかな、あ、なんかスープレックス系だった気がします、ね、そう、ノーザンライトスープレックスホールドで負けたのがデビュー戦かな。あ、懐かしい、5年前かもう。ああ、そうなんですね、うん、まあね、もうせっかくこんないい T シャツ出してんだからね、はい、そうなんです、勝って勝ってサイン会、勝ってサイン会をねバシッと、はい、もう決めればもうバカ売れよ。そうですね、そう、なんでね、はい、ぜひとも皆さん、中の勝利と、そしてあのね、勝ってテンションが高い状態でサインをもらえることをね、はい、願ってください、はい、お願いします、はい、じゃあ最後何か一言ありますか。では、じゃあ皆さん TKP 明日来てくださいね。はい、お待ちしております。お願いします。はい、ということで中修馬でした。ありがとうございました。ありがとうございます。 T シャツもありがとう。来てください。着る。やった、これはマジで着よう。いいな。よいしょ。はい、ということで、あ、これは脱いとこう、じゃあ早速だけど脱いとこう。よいしょよいしょよいしょ。 T シャツもらって早々脱いじゃってすまん。はい、ということで次のゲストはこちら。はい、どうもこんばんは、若松大二です。はい、ということで、若松ね、さすがに対戦相手の T シャツを着ながらMC をするのはちょっと申し訳なさが勝ったんで脱ぎましたけども、まあさっきね、中に来てもらいましたけれども、まああいつも言ってたけど、うん、まあデビューしたのがあそこで、本当去年の11月にデビューした、はい、まあ本当に思い出深い、会場ということで、どうですか。まあそうですね、本当にあのこれはいろんなところで話してるんですけど、うん、本当にその1年前の11月の TKP でデビューしてるんで、うん、まあ、今回のやっぱ TKP で会場、やっぱシューマンも言ってたんですけど好きなんですよね、うん、はい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 、はい、なんであの会場でやっぱまた勝ち名乗り上げれるように、最近の TKP はちょっと2回とも落としてるんで、今回5回目なんですけど、最初の2回はシューマとのシングル で、はいはいはい、でその後はタッグやってるんですけど、はい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 、2回とも自分落としてるんで、うんうん、まあ、今回は久しぶりに TKP で勝利できたなと思ってます。はい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 、はい、お前のパートナーが、パートナーがチチャリートと、アダムですね。チチャとアダム、はい、はい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 、でアダムも最近調子がいいみたいなんで、そうね、はい、アダム調子いいね、はい、それに乗っかって、うん、まあでも、はいはい、アダムよりも自分が目立って、そうね、もう自分が取ってやるぞ、勝ってやるぞっていう風な感じですね。はい、ちなみに、まあこの対戦カードで、こいつには負けらんねえと思うのは、おお、まあでも、まあ、これも言ってるんですけど、まあ、シューマはもちろん見る、うん、見ることは見て、やっぱその同じ1周年で1年前も
あいつ対価自分の反対側にいた人間で、はい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 、まあ、その時勝ってるんで自分が、うんうん、まあ、ここでは落とせないなっていうのはあるんですけど、うん、ただやっぱその同期とはやっぱ比べられると思うん で、うん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 、で前回の TKP でその4人でやった中で自分が負けちゃったんで今回こそはやっぱりそうか、そうだった ね、はい、ね、そうだそうだそうだ、はい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 、まああと、うん、そうですね、その若手の中にいるリッキーさんっていうのも、うん、なかなか怖い存在なんで、うん、まあそうね、経験で言ったらもう、はい、そうですね、本当に足元にも及ばないぐらいのね、はい、経験を行ってるわけですから、こっちがガツガツいっても一発で止められるぐらいの力を持ってるんで、そう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 、リッキーさんは本当に、うん、はい、なんでそういうのに飲まれないようにっていうのもあるんで、うん、やっぱ意識する特別こいつだっていうのはまあシューマかもしれないですけど、うん、やっぱ全員を見ながら、はい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 、まあ、横にいるっちゃにももちろん負けたくないですし、うんうん、はい、まあ、敵味方関係なしにやっぱり明日は自分の試合にしたいなと思ってます、ね、そうだね、そう、勝って祝杯やでって言うてるわ、ね、酒飲んで楽しく酒飲んで、ね、やばいやばいやばい前回のがあるから前回のもがきライブのがあるから、いやー面白いなこいつはやっぱ酒飲んだらもうなんか普段よりハードルがグーンと下がるんだよね本当にもう楽しいね、いやもうアーカイブも見てバーっと思ってやばいと思ってあ、でもあの後ちょっと、あ、野上さん火曜日もお世話になりましたね、そういえばありがとうございました、あーそっかそうだねそうだそうだそうだ、俺それ返信してねえやそう、あの直接会って話すだろうから返事しなくていいかなと思ってそうだったそうだった、そうね、あのなんかあのずーっとね自分のペースで飲んでてなんかトイレに行ってた、うん、なんかずっと自分のペースでビール飲んでたくせになんかトイレ行ってた、いやそうですね、トイレ行きましたね、トイレにちょっと長い時間行ってた、長い時間行きましたねなんで危なかった、あ、いや、アウトだよ危、まあまあセーフか、セーフか、あれは帰ってきた瞬間のテンションは面白かった、めちゃくちゃ下がっててテンションがまあちゃんと収めんとこには収めたんで、そうね、はい、そう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 、危なかった、本当にいやよかったよあれよかった、帰ってきた瞬間の椅子に座った時の顔忘れられないもんな、あの切なそうな顔寂しい顔して座ってこいつやばいやばい何やってんだよって思ってその後ねちゃんと飲んでギア上げてってくれたから、ああよかったよかった大丈夫だって思ったけど危なかったそう、あのこいつはね、あでもね他のやつと飲んでないから分かんないか、俺はそのああはいはいはい、うん、他のやつとは俺飲んでないからその若手と、うん、だからどんぐらい面白くなるかが分かんないんだよね、あなるほど、うん、若は期待以上だった、あ本当ですか、うん、若は期待以上だったよ本当にもう俺の予想をバーン超えてきた面白さだったから、あ、まあ、やっぱ状況にもよりますけど、やっぱまあまあそうね、はい、うん、たま先輩と飲めるっていうのがなかなかないんで、うん、はい、そうね、お前はもうずっとそれ言うてるもんねいやなんか誘われてもタイミングがいつも合わなかったりするんですよ、そうよね、なかなかね、はい、うん、そのまあね、あの寮生活してるとね、はい、誰か一人は居残りしなきゃいけないんですよ、ね、はい、あとはまあそのこれからトレーニングするぞっていう気持ちの時に誘われちゃったら、ね、ううちょっとすいませんってなっちゃうからね、はい、いやそうイメージはねだいぶ変わると思いますよ本当に、うん、いい意味でね、いい意味で変わってますよこれは。でもあの放送は結構楽しんでいただけたんですかね、多分そうじゃない、楽しんでいただけたならよかったですけど、やっぱ、うん、その時間が遅いからみんな見てたっていうのもあると思うけど、やっぱなんだかんだで面白かったから見てくれてたっていうのが多いと思うから、はいはいはい、でも次の日あんな感じでしたけど7時半に起きたんですよ、はいはいはい、7時半に起きて、うん、で昨日のモアキューライブ見るかと思ってちょっと半目で、うん、なんとかそのまあ1時間長いんで2倍速にして30分通して見るかと思って、はいはいはい、うん、こう見てるうちにどんどん目が覚めてきました、うん、やべ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 上がってきた上がってきたそう、あとね火曜日もね、ん火曜日、ね、火曜日ですね、一緒にして、はい、火曜日ですね、で水曜日結構早起きだった、早起きでした、はい、でもお前から LINE 来たのが9時ぐらいで、はい、大丈夫だったのかなこいつって思って、ダメだったんですちゃんと起きれなかったんですよマジ で結構その
結構仕事がいっぱいあって、あスーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。なんか仕事がいっぱいあって、で、うん、その若手が仕事を結構しなきゃいけなかった、うん、本当その日に限ってしなきゃいけなかったんですけど、うん、まあ、自分朝は強いんですよ。そう、朝強いって言ってたら、はい、大丈夫です、で大丈夫ですって言ってたんですけど、マジで起きなかったちゃんともう9時ぐらいに LINE 来たから、はい、あれって前回が確か7時半とかそんぐらい過ぎに連絡来たけど、ね、こいつ大丈夫だったのかなって思って、ちゃんと同期に迷惑かけましたそうなんですよ、もう申し訳ない。もう俺はもう関係ないから笑ってれるけどね。いやもうその起きた時の最初にその日記は寝てたんで、いろいろ終わってから、はいはいはい、シューマと賞金とか謝ったんですけど、うん、もう、ちょっと怒ってるわまあでもみんな自分含めて根に持つタイプではないんで、はい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 、すぐに許してくれて、そうね、もうさっぱりと、はい、うん、まあ、いずれ俺もこういうことあるかもしれないが、その時許してないぐらいで許してもらえたんで、はい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 、ああいいね、はい、いいね、いい関係ですよ、はい、よかったです本当に。そう、たまにはね、まあまあまあたまにはよ、そう、たまにはたまにはです本当に免罪符、はい、スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、最後になんか一言お願いします、明日の TKB に向けて、はい、まあ明日は本当に個人的にデビュー1周年記念の試合なんで、うん、はいはい、まあ、そこでそのなんていうんですか、まあ、自分がしっかり勝利したいなと、うん、思います。はい。なんで皆さんぜひ見に来てください。はい、そして、うん、休憩中あのサイン会あるんで、そちらもよかったら、ね、はい、うん、グッズご購入の上ぜひ、はい、サインいくらでもしますんで、はい、よろしくお願いします。明日も頑張ります。はい、ということで、若松大樹でした。ありがとうございました。じゃあなんか裏にいる出たい人って言って、あ、わかりました。そう、誰も来なかったら来なかったでも悲しく一人でやるから。ということでね、こうでも他の後輩もね、一緒に飯食い行ったりとかしてあげなきゃなって思いますね。本当にこれはやっぱ先輩としての役割でもありますからね。うん。いやーでもあいつ飲んだ時はもうハードル超えてくるんだよな。本当に面白いんだよな。なんだろうな、なんか。距離感がぐっと近くなる、すげえ近くなるあーブーブー。はい、ということで、本日、3人目のゲスト、よっしゃーよっしゃ、トレーニング中、吉野さんです。ありがとうございます。今ラストセット終わったから、あーお疲れ様です。いやなんか、お次お願いしますって、なんか冷静な後輩がえ知らんよ、知らんよっつって上に上がっちゃってるからびっくりしちゃったよ。ありがとうございますはい、ということで、たった今トレーニングを終えた星野さんです。ハシビロコ T シャツを着ております。着てよ。はい、ということで、あ、吉野さんも明日、うん、新作のポートレート出ますね。もうなんか出てくる確か、はい、うん、出してくれるみたい。さっき見て、怖いね、これ。そう、久々に新作出たねマジ2年ぶりぐらいの新作出たね。え、嘘、そんなにっすか。いやすごい前じゃん、な、畑芸知らないのだった。1年半ぐらい畑芸し、そうですね、1年半。じゃ1年半ぶりのポートとか出たね。めでてえよ、めでてえな、めでてえな、明日はめでてえ日なんだよ。なんだ、何かを察してくれたけどどうしたんだろうな。そう、明日はめでてえ日なんでね、うん、めでてえ日でしょ。ぜひともめでてえポートレートを買ってくださいよ。買ってください、めでてえから。そう、めでてえんだから。そう、そう、また1年半後に新しいのとかそう悲しいですわね、めでてえのに。もうアフロはもうねないから、さすがに。前はありましたけど ね、前はあったね、昔はあったけど、前はあったけど、もうないでしょうね。もう今後今後も出ない。コラだよ、コラ無駄にコラになっちゃうからね、はい、ということで、うん、吉野さんは明日のカードは、明日は自分と笹村が組んで、うん、大和さん新垣だね。はい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 、うん、男女男女混合 のミックスドタッグマッチでございます。ガッキーなんかチャンピオンだったでしょ。あ、そうそうあ、何でしたっけ、
ベストボディジャパンさんの女子のベルトですよね、あれ確か。あ、女子のベルトなんだ。あんまり確か女子のベルトじゃなかったでしたっけ。いやだから、まあ、極論言ったらチームベストボディ対、そうだね、チームベストボディじゃないチームだよね。チームノットベストボディですよ ね、 ね、極論言っちゃったら。へえ、50番勝負を終えてね、2人とも。そうですね、なんかお互いがなんかいろいろ考えてやろうとしてるのかなっていうのは見えますよね、うんうん、どうなんかね、明日雰囲気変わってんのかなっていう、ちょっと楽しみで、チャンピオンにもなったし、はいはいはい、佐々村も結構自分のあの欠場してくれた、欠場して、はいはいはい、代役務めてくれたというか、はい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 、どう変わったのかなっていう、その笹村とか新垣と試合するのは、うん、その吉野さんもその開けてからは、開けてから初めて、初めてですかね、多分、うん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 、だ結構楽しみだよね、うん、どんぐらい変わったのかと、うん、山本さんは絶対もう山本さんだし、確かに山本さんはどこでも山本さんですもん ね、 そうね、たまに全然なってるらしいけど、だいたい山本さんだから、そう、なんか2、3ヶ月に1回全裸になってるイメージはありますね。ツイッターで何してんだろうと思 う、 と思うけど、2、3ヶ月に1回全裸になって1ヶ月に1回変な格好してるっていうイメージです。そ、ね、そう、そういうイメージだけど、まあ絶対強敵には変わりないから、まあまあ間違いないですから ね、 ね、うん、だって全裸になる経験を積んでるってことですから、そう、もう積まないですよ、結構あれみんなが見てる前だから、ね、そう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 、いやもう、しかも多分ちょっと楽しんでるでしょ、そう、そうなんですよ。それがすごいですよ ね、 すごいよね。楽しむというレベルに達しているんですよね、そうそう、多分俺たちの先を進んでるもんね、そうそうそう、まだ行ってないもんね。まず脱ぐっていうことから始まっちゃうもんね。いや、すごいよな、先人を倒さなきゃいけないわけだから、めでてえ日だから、めでてえ日に、めでてえ日に、やっぱめでたく終わりましょう。本当だよな。いやー、でもすごいよな、うん、まあ本当に強敵です ね、うん、ね、山本さんはチャンピオンチームと、うん、多分持ってるんだろうね、山田さんもどっからか、ね、山田さんもなんかベルト見てるもん、ね、なんか一時期3本ぐらい巻いてましたもんね。巻いてたね、なんか胸と腹と腰みたいな、ね、そう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 、めちゃくちゃ巻いてたもんね。その時期あったもんな。ありましたありました。何のベルト持ってんだろう。いや本当にそんなに富士山で1年に1回防衛するんですよみたいな聞いたことあるもんね。今年できないかもしれないんですよ。ずっとじゃそんな富士山呼ばれない、ね、登れないかもしれない、可能性あるもんね。いやだから頑張りますよ明日は。はいはいはい、うん、うちのパートナー結構勤めてくれたタンクさんもね、チャンピオンシップだからね。そうですね、本当に、うん、本当なんか吉野さんとタンクさんは、うん、なんだろう、組んでて、うん、何、もう最初から結構息が合ってるというか、あ、なんかそういう感じがありましたね、まあまあまあ、その言ってその時期の先輩、時期っていうの、なんていう、直の先輩、はいはい、直属のね、直属の先輩、1個上だからね、はい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 、めちゃくちゃ面倒見てもらったし、うん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 、でなんか最初はあの間がつきとかだったから、タンクさんも全然、ね、全然組まなかったんだけど、はい、そうね、 2AW になるちょっと前かなから組み出したのかな、はい、はい、そうですね、ちょいちょいなんか、うん、やっぱポイントポイントで組んでるイメージはありますもん、そうそう、うんうん、吉野さんとタンクさんが やつ楽しいし、まあ、試合数も楽しいんだけど、うん、組んでても全然、はいはいはい、楽しいから、やっぱなんか合うんですかね、うん、まあね、なんかね、うん、お互いになんか波長が合う部分があるんですかね、はいはいはい、うん、いやー、明日はミックスドタッグってちょっと難しさはあるじゃないですか。でまあまあまあ、あっちはまあやっぱチャンピオンだからね、チャンピオンです。なんかサイズ感ってなんかそうね、なんだろう、なんかもう極端なこと言ったら身長ちっちゃいじゃないですか。まあそうね、まあまあまあ、で、ね、男子相手であの身長ってあんまり経験ないじゃないですか。ないね、だから、ね、あ、じゃあここ行ったら当たるって思ったところをスッとかわされたりするのが、ね、あるね、あれがちょっとね、対応するのすげえ難しいなって思うんですよね、うん、女子の試合ってなんか男子の試合ちょっと違うじゃん。はい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 、なんか、ね、なんか違う感じもするから、それに慣れてる2人だからちょっとなんか男子と違う違和感は感じるかもしれないけど、ね、はいはいはい、やっぱ、うん、試合しててやっぱ自分のリズムで進めたいじゃないですか、試合を。そうしたら一番自分が楽ですし ね、うん、 そ、 ね、うん、そのリズムじゃない、全く違うリズムで来られると その何もう対応するのでいっぱいいっぱいになっちゃうというか、う、ね、経験したことない感じになっちゃうもんね、はい、やべ、もう次来るのかみたいな、うん、それはあるだろうな、はい、それを多分生かし
切れば、まあ、その楽器とかももっといいと思うんだよ、男子の場所で。うん、うんうん、それは思います。その経験を生かせるとね、もっと、うん、もっと対談し、そうそうそう、変われると思うんだけどね、うん、せっかくね、お互いがお互いで、うん、そのまあ、同じ場所であったり、うん、違う場所であったりね、いろんな経験をね、ほんともりもり積んでると思うんでね、うん、もうだってうちの中で他団体に参戦してるツートップじゃないですか、極論言ったら。いやもう私がやってるのって感じでもないですよね。そう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 、あいつ常に試合してるから、うちの所属選手の中で多分ツートップですよ、今現状。なんかどっか行きまくってもね、どっか行きまくってね、気がつけば車乗ってるもんね。どっか行ってますみたいなね。そう、電車乗ったりね、そう、電車の新幹線乗ったりなんかしてる。めちゃくちゃ忙しいから、いや本当に売れっ子でまさに、うん、最強よ。だからね、そういった経験の、うん、自分がね、いろんな場所で培ってきた経験を明日は見せることができるのかというところが、うん、ポイントでございますね。自分もあれだから TKP 久々だから。そうか、そうそう、みんないるから全然久々だから。はい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 、うん、楽しみだよね。いやいいですね、 TKP やっぱ結構やっぱいい雰囲気じゃん。そう、テンションマジで上がりますよ ね、本当に。だからそれ楽しみながらも、うん、ネクタイでパンダとね、勝ちたいと思ってますよ、はい、うん、うん、はい、じゃあその流れでなんか最後にバシッと一言決めて、うん、終わりましょう。じゃあみんなポートレート買ってね、買ってね、ということで吉野幸太郎選手でした。ありがとうございました。じゃあね、ありがとう、ありがとう。じゃあ裏にいる暇な人呼んできてください。あ、走んなくていいです、大丈夫です。なんだろうな、じゃあ俺もタクのことも言っちゃおうかな。はい、明日、俺は風さんと組んで、ジ・アンドリュー・キング・タクマ、入江茂弘の持つ、CW タッグ王座に挑戦いたしますけれどもね、前哨戦、まあ、何回かやってきて、まああっちの戦い方っていうのはまあまあああいう感じで来るのかっていうふうに思ったら、まあ、自分の苦手なルールじゃないんで、これは苦手な方ではないと思ってるんでね、言うて、マガツキにいてテンペストにいて、で、まあ、いろんなね、大日本さんとか、で経験、積ませてもらいました、うん、苦手なルールじゃないんで、ああいう感じの何でもありっていうのは、まあでもルール的には明日は普通のノーマルルールなんで、じゃあノーマルルールの中で、どうやって、明日ねどうやって相手が動いてくるかっていうのは、まあ予想はある程度はつきますよ。ゼロじゃないんで、予想はゼロじゃなくつくんで、そこをね、そこのイメージをしっかりと、2度目2階からここに来るまで一つも会話なかったんですよ。2回目のシューマです。おかえりじゃあ意気込みを意気込み誰も裏おらんの、裏もう、うん、いないです。そうか、リッキーさんとかいましたから。あー、はいはいはい、あ、リッキーさんとかでも言ってくれるなら全然出てほしいな。久しぶりに聞いてきてみますか。うん、リッキーさんが来ます。はい、失礼しました。はい、だもんでね、まあ自分のカジさんはね、そういう経験結構少ないと思うから、俺がその辺はしっかりサポートに回らないと、まあダメっていうわけじゃないけど、その辺ね、自分がもうそれこそね、経験してきたものがあるんで、培ってきたものがあるんで、その辺はしっかりと、風さんをサポートしつつ、勝利を目指して、最終的にはねタッグのベルト巻きたいと思います。もう本当にタッグ王座に関しては、まだ、2AW じゃない頃にね、一度だけ、吉田と巻いたことがありますけれどもね、もう一回ね、巻こうと思います。巻きます、巻きます。明日は、明日はベルトを巻いて帰る、ベルトを持ってこのもがきゅうライブに出る、これや。そう、
カジさんはね、マジでね、何、一瞬の爆発力に関してはもう負けてるとは思えないから、そういうところをいかに、だからその爆発の時に他のやつらに邪魔されないかっていう、それが一番の課題だと思ってるんで、そこはしっかりと俺がサポートします。そう、カジさんスタミナお化けだから、マジで。そうね、ベルトを取ってコーヒー祝杯ですよ、うん、ね、ベルトを取ってもうみんなのインスタライブでね、ということで、ゲストが来ました。リッキーさんでーす。いや違うんだよな、マジで。いや衝撃だったんですけど、中が、うん、なんか中が、うん、花火さんすいませんって、うん、リッキーさんいないんで出てもらえますかって急に来て何の話ってなって、いや何の話だよって。リッキーさんもう帰っちゃった。いやなんか帰ってないっぽいっ、いないのか、なんだ花立さんかそうなるでしょうよ、リッキーさんの名前出して僕来たらそうなるでしょうよまあまあとりあえず、花見のとりあえずなのかな、明日のカードは、はい、私は、マシモケンゴさんと組んで、うん、本ちゃんですね、本田ちゃんご組、はい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 、はい、あ、じゃあキングダムやね、キングダムですね。ちょっとお願いがあるんだけどさ、はい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 、何でしょう、お願いがある、はい、まあ、俺らはタッグ王座戦になるわけじゃんか、はい、ね、確かに、やっぱ注意すべきは、今までのね、今まで前哨戦を行ってきて注意すべきはやっぱり試合権利のないやつが入ってくる可能性だと思うんで、まあ、そうですね、確かに、うん、それに関してはだって ね経験もしたわけじゃん、はい、うん、だから、もう勝つのは当たり前として、お前らが、はい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 、はい、僕らが勝つ、完膚なきまでに、ほうほうほう、もう動けないぐらい、なるほどね、ボコボコにしといてくれ、あの二人がいないって考えたらやっぱ戦力的にはかなり向こうダウンすると思うから、まあ、確かに確かに、だからちょっと完膚なきまでにボコボコにしといてくれ、まあ、そうですね、動けないぐらい、はい、まあでもやっぱ前哨戦で分かってると思うんですけど、うん、やっぱ入江重弘には注意ですね。いやーちょっとね、あの人の爆発力というかね、あれはちょっとすごいね、勢いを、いや、そうなんです、うん、だから調子に乗らせちゃダメなんだよ ね、 ね、多分一瞬でも、はい、そしたらもうあと止まんなくなっちゃうから、いやそれで僕がそのなんだろう、分析というか分かった結果が、本当にあのユニット自体ってすごい難しくて、そのなんていうんですか、攻略というか、はいはいはい、やっぱキングがもう基本ムカつくじゃないですか。ムカつくね。基本ムカつく。わ、うん、かるわかる。けどそっちに気を取られてる、取られてるとセコンドが入ってくる。うんうん、そしてただでさえ強い家重弘がいるっていう。そうそうそう。もう難しかったんですよ。本当にやってて。なんだろうな。で見返し合いを見返したりとかしてて、うん、本当難しいですよ。でかといってその入江重弘に集中したいのにまたキングが入ってくるし、セコンドが入ってくるっていう、もうバランスはバランスというか。バランスなのか、どうなんですかね。勝つためのプロセスの組み立て方は、まあ、確かにそう言ったらいいのかな。いいのかな。なんか、なんですかね。しっかりと周囲が状態以上の魔法をかけて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 、攻撃力強いやつがドーンと一撃でみたいな。いやそうなんですよね。うん、そういうのはあるなと思いましたね。それはちょっとな。まあ、注意でしょうね。まあ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 、その辺のね、まあ、ポイントは私も抑えてはいるので、まあ、まあもう僕ら真下さんと僕らにと僕にはとってはもう、うん、本ちゃんを倒すのはもう前提なんで、はい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 、はい、もう次のね、キングまたキングに往復をして、もうまたベルトを取りたいなと。おお、なるほどなるほど、はい、タックベルトまだその僕らがそのあのベルトを輝かせると言いながら、こうね、不本意な形でちょっと取られてしまったんでね、まあ、まだ、そうね、
はい、ベルトが欲しいんで、また、ね、まあ、だから取った時はね、まあそうね、私らがもちろん、行くと思います。別に、あれだもんな、キングじゃないもんな、ベルトだもんな。まあまあね、まあベルト、大前提のベルトなんですけど、ね、まあでも、まあ、その個人的にはその、あのキングやっぱムカつくんで、報復はしたいよな、報復はしたい、気持ち的には。報復はしたい。うん、それはわかる。まあ、どの形でもいいですよ、その、そのベルト前でも、もうベルト巻いた後にまた、なんか私が王者だ、キングだって言ってくると思うんでね、その時に返り討ちにしてやれでもいいんでね、その、まあ、まだそこまではあれですけど、うん、まあ、とりあえず、ね、頑張りましょう。まあそうね。まあでも、本田ちゃんご組もなかなか、なんだろうな、めんどくさそうなチームだよね。ああそうなんですかね。なんか、何正攻法で来るとは思えなくない？ああ確かに確かに、ね、いやでも本当にそのキング、うん、キングダムとやっていく上で、うん、やっぱそのちょうどいいかなって思ったんですよ。そのそれをもう超えて、うん、もう強くなろうと決めたんで、反則だろうが何してこようが、うんうんうん、まあもう勝つために、ね、手段選ばないなんてことはもうみんな一緒なんでね。はい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 、そうね。なんでそれもう僕自身がちょっとワンステップ上に行きたいなということで、うん、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと、うんうん、はい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 。ただもうそれをもう来るって分かってるんで、うん、もうそれをもう超えて、うん、もう僕らが勝利したいなと、はいはいはい、いうことですよ。なるほど、はい。いやいいですね、いいですね。やっぱり何ですか、やっぱりいいですね。何ですか、なんだろうな、なんか何ですか、そうずっと褒めてるけど。やっぱ花見のコメントいいんですよ。いやそうか、本当に本当にいいんですよ。いやどうなんですかね、わかんない。なんだろうな、なんだろう。いや仲や若もいいコメントしてたんじゃないですか。いやいいコメントするけどね、花見なんだよな。おお、だそうです。そう、なんでなんだろう、わかんないですけど。あ、リッキーさんだったのか。いや違いますよ、リッキーさんじゃありません。あのリッキーさんいなかったらしいですよ。仲が結束を変えてね。そう、なんか人の部屋に、なんかあのリッキーさんいるかもしれないんで、あ、なるほどなるほど、リッキーさんとか呼んできますかって言って、でスッて裏行って、そしたら多分いなかったんでしょうね。いなくて焦ったんでしょうね。やべえどうしようっつって、誰かいないかってなったんでしょうね、もう。はい、じゃあ完全に気抜いた僕に、うわなんだっつって来て、あれじゃ出れないでしょ。俺いいけど。いやいいんですけど。びっくりした。あとはあれか、はい、売店もありますね。そうです。発表されてましたけど、はい、会場時の後半、会場時の後半に、うん、僕と、うん、真島さんと豊島さんで、売店、行きたいと思いますね、うん、基本あの二人嫌がるんですけど、うん、まあ、頑張ってちょっと会社の、ね、指令なんでね。そうね、うん、はい、頑張ってちょっと花見にかかってるから、本当ね、いや皆さんの、ね、思ってる以上にあの二人を控え室から売店まで来させるの大変なんですよ、マジで。思ってる以上に皆さんの大変だね。いや、まず知ってないでしょ、その売店があるっていうことをまず知らない、うんうん、で言ったらまず文句から言われる、うん、で引っ張り出すのからで、もう本当にね、これは伝えたいんだけど、もう思ってる以上に大変なんですよ、本当に、うんうん、扉越しになんか大きな声で文句言われてるなとは。そう、いやね、本当に、あの前の TKP もそうだったけど、うん、あれなんですよ、その、どっちかの文句ならいいんですけど、どっちも来るから、うん、もう、まだね、まだ一人だね。その3人して勝ったんで、うんうんうん、でも気持ちよく、もうみんなで売店出ましょうっていうことを言ったんですけど、はいはいはい、みたいな話して、いや、どうすんのよ、じゃあっていう、そんな。別にいいでしょうって。でもそっからもう本当に始まって、ね、なんとかもうすぐ時間ですよ、早く早く早く。そうなんですよ、本当になるからね。いやだから前回の TKP マジで、なんかそのキングダムができた日じゃないですか。はいはいはい、あんなのも全然知らなかったですよ、ね、こっちは控え室でもうずっと、いや行きます、もういい行きますよっつって。で多分やっぱあれがあったから、こう試合を結構時間があったじゃないですか、うんうんうん、それのせいでなんかもう試合ほら終わりますから、終わってますからって。、うん、でもまだなんかやってるじゃないかみたいな、もうすごかったんですよ、本当に。もうだからね、花見に感謝してください。
いや頑張ってね、また明日もね。それかもしかしたら花見一人だけ立つという事態もあるかもしれないですから。可能性としてはないとは言えない。ないとは言えない。いやでも絶対ほぼほぼ絶対連れて行きますんで、連れてきたらあの皆さんね、売店に立ち寄ってみてください。来たら来たでちょっとね、気分は良くなると思うんだ、あの2人さすがに。チヤホヤされたらね。まあまあまあ、そうね。そう。チヤホヤしてください。そう、チヤホヤしてください。いや、本当によろしくお願いします。ということで、じゃあ最後になんか、アッシャーの音で一言、なんかありましたら、試合に向けてね、試合に向けて、バシッと決めてください。バシッと決めれるから、そんな。いや、でも本当に、私たち、千葉密着発信型プロレス団体 2AW と、うん、歌ってるので、はい、もちろん、千葉をね、プロレスで盛り上げたいという一心で、本当にもう選手一同、スタッフみんな、みんな一同で頑張って興行やりますので、本当にぜひこの素晴らしい興行に絶対しますので、ぜひそれを足を直接運んで直接生で見てほしいと思います。今本当にこの状況の中で応援とかすごい難しいと思うんですけども、実際本当に見て僕たちがプロレスで伝えようとしていることを本当に実際に見て感じてほしいと思ってますので、ぜひ明日 TKP 大会よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ゲストは花見達也でした、はい。ありがとうございました。来てね。吉田かな？吉田さん。あと多分吉田ぐらいじゃない？裏に。なるほど。いいコメントだな、やっぱり。やっぱりいいコメントや。ずっと花見がバカにしてる。いやー。まあ、吉田が喋って終わりでしょうかね。うん。まあ、時間的にもね、もう1時間もね、経過してるんでね。明日の TKP ガーデンシティ千葉大会ね、ぜひとも本当にみんな、たくさんの人に見てほしいと思ってますんでね、チケット。まだチケットね、受付中でございますんで、ぜひともね、皆様、足を運んでみてください。はい。ということで、本日のファイナルゲスト、あ、ほんまや、よいしょ、はい、ということで、さっきはね、グッズの宣伝だけだったんで、そう、今回はだから、ね、うん、いいタイミングで、はい、今回は、試合の意気込みと、いやー、まあ、意気込みもね、今まで結構ね、語る機会っていうのはもちろんね、いっぱいあったと思いますけれど、いやでも、ね、どうですか、その明日に控えて、ハンクさんとよ、ついに、そうね。いや、組んでからね、シングルは1回もしてないからね。そうか。そう、デビューして半年後ぐらいに俺1回シングルしてるのよ、うん、はい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 、3月の K3000 みたいな、11月デビューの俺が3月ぐらいにチーバトル、うんうん、チーバトルじゃない、K3000 でやったイメージ、ね、うん、そういうことまだ間がつきの頃、うん、タンクさんが間がつきの頃、間がつきの頃だよね、そうだよね。で、まあその時はほんま何もできんかったけど、はいはいはい、なんやろ、なんなんやろ、このタンクさんとやるこの感じ。まあなんか不思議な感じではあるよね、うん、絶対。その今までね、言うても、うん、もう山ほど組んできた相手やから、うん、なかなか体格に立ってるっていう絵の方が珍しかった状況だから。うん、なんかね、たまになんかそういうのがあっても、うん、ちょっとまあなんか、なんやろ、なんか、ランブルとかの時にちょっと、揉めて、シリウスロー何やってんねんで周りがちょっと潰してくるぐらいのことでしか多分やってないんよ、うん、がっつりっていうのはほんまにやってないから、うんうん、はいはいはい、でも何やろ、楽しみが勝ってる。あと、ね、タンクさんとは多分何をお互いどんだけやり合っても多分嫌いにならん、単純にもう多分尊敬が多分強くなるだけやと思うから、うん、まあ言うても、11月なんで、一応デビューした月ですから ね、吉田にとっては、うん、5年前の11月1日。あれでもタンクさんは？タンクさんっていつデビューなんだろうね。タンクさんはデビュー、そうなのかな、どうなんやろ、どうなんだろう、わかんないよ。わかんない。わからん。そういうのをお互い分かってるような関係じゃない。タンクさんも俺のデビュー日とか絶対知らんし。そうね。うん、
そのタンクさんと、まあ、ベルトをかけてね、そうね、シングルマッチを TKP の舞台で行うという、うん、だからほんまにタンクさんはなんかこうその俺から直接取った時にこう挑戦でなんか、うん、あのシリウス・ロアがもう一個大きくなるためにみたいに言ってたけど、うん、俺多分やっぱ明日どんだけやり合っても確かに多分お互いの尊敬がより深まって大きくなる気はする。はいはいはい、どんなことあっても。なるほどね、うん、そう、細かいことは何も知らん二人は試合でも細かいこと何も多分せんもう、多分やけどタンクさんのことやから俺とタンクさんは多分なんか小細工みたいなそんなのもせずにバンコンバッコン、ただただもう自分のね持てるもののぶつけ合いですよね、うん、だから最後まで立ってた方がみたいな試合になると思うねんけど、はい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 、俺そういう試合結構好きやし得意やと思う。まあまあまあそうね、うん、パッと見ではもちろんタンクさんの方が丈夫に見えるやろうけど、うん、でも そういう点においては俺なんかそういう試合は結構好きで、まあそうよね、そういうなんか、うん、何、まあ、言い方合ってるかどうか分かんないけど、そのまっすぐタイプの人と戦う方が俺は結果を残してる感じはするね、跳ねる感じはする俺は、うん、そっちの方が気合がもうグッとくるからね、うんうんうん、クロスホワイトは見れずってどういうことですか？クロスホワイトあれ別になんか細かい小細工じゃないからですよ。あれ小細工じゃないからね。見せようかなもう。意地でも出そうかな。そればっかり狙ってたらやられるわ。あかんな。そんな。そんなもん。あ、まあね、明日はねお互いタイトルマッチですけれどもね、うん、まあ立場はね全然その挑戦者とあとチャンピオンで、うん、しかも、うん、まあ、タッグのベルト、シングルのベルトという立場ですけれどね、まあ、ここにベルトが2本並ぶかもしれない。そう、それがマジで俺はもう理想。並べて、もう並べる、並べまくり、まあ、まあ、その時はまあカジさんと並べよ。カジさんとはもう別の場面で並べとるから。なるほどね、うん、いや、カジさんもだからもがきゅうライブに呼びまくろ、呼びまくろ、呼びまくろ、あの人、うん、カジさんなかなかな、なかなかね、やっぱりそうね、そう、なかなかね、うん、来る機会というかね、うん、もうちょっと難しいし、うん、なんでね、出てくれるタイミングではもうベルトをもう顔にはめて、なんで？でも声は全然届かない。なんでな？ベルトあるから、うん、もうなんでそんなことしてんの？マイク全然拾わん。いや、そりゃそうやん、ぶつかってるからここで至近距離でぶつかってるからまあね、本当にベルト持って帰ってきたいな。いや、持って帰ってこよう、うん、明日。そうね。いや、なんか、うん、いつもやけどなんかタイトルマッチまでってなんかあっという間やわ、ほんまに。まあ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 、そうね、いついつにタイトルマッチ決定ってなってからが早い。あの新木場でタンクさんに直接やられたあれからもう今日まで来たんやろ、うん、考えれません、私はもう、まあ、あの時パートナーだった朝日さんはすごいコンディションが悪そう、うん、まあコンディションは悪かったね、あの人ね。まあでもまあそれはねまた別だね。もうなんか最近はちょっと心配が勝ってきたあの状態で痛風出たらもう終わりなんやろうなって思ってる。そうね、もう動くことが何もできんのやろうなって思ってる。ほんまにね、ちょっと前までは朝日さんのことおじいちゃんおじいちゃん言って、そうね、笑えてたのに笑ってたけど、もう笑われへん、笑われへん、あれじゃ、うん、おじいちゃんってまず言われへん。そう、ああガチやんガチの人には言われへんから、そう、かわいそうやもん、うん、そう、朝日さんしっかりというか朝日さんがまず被害者やからね。そう。朝日さんにしっかりしたいんよ、絶対に。そう。本人としてはね、絶対もうそんなこんなんで休んでられへんってもう思ってるやろうしね、う、もっとガン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 動きたいと思ってるやろうからね。うん、確かにね、まあ、そんな中での吉野幸太郎、タンク長井組はいかつかったね、確かに。まあまあ、そうよね、うん。いや、あの二人はすごいよ。うん。うん、確かに、あの二人の勢いは、すごいね。そう、2人がね、やっぱあの、俺がシングル行き始めてから、その吉野さんがその、
ね、コロナの陽性とかになる前にね、うん、ちょっと2人でなんか結構やってて、やっぱ、うん、いい感じやしね、そこもね。うん、そうね。そう、コンビネーションも良かったもん。うん、あんなのせんといてほしい。なんで？痛いから。痛いから、あんな合体せんといてほしい。でっかいんよ。でっかい2人が合体でって、まあそうよね、もうほんまいかんぜ。お互いがもう100キロ超えてるよね。超えてる。お互い2人で。2人とも超えてて、だからもう2人のあんな体重と、2人ともスピードもあるやん、あの人らって。うん、でかいけどスピードある2人やんか。うん、そう、あれはだからね、あの二人のはね、なかなかあれね。そう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 。直の先輩後輩？まあそうよね、吉野さんとタンクさんは。うん、もう、なるほど、ね、木が、間がね、完全に直からね。ですからね。うん。いやー、楽しみだな、明日。楽しみが勝ってる？俺はね、今楽しみが勝ってんのよ。あの勇者の時は緊張が勝ってたけど、緊張しか勝ってなかった。完全に。緊張と、不安と、うん。あと逃げたいっていう思い。そう、なんかあの控え室のモガがいつものモガではなかったの。そう、マジで今は超絶楽しみやけど、あん時はもうタバコ一箱半吸っちゃう。そう、あんまり組む機会も俺とモガってそんな多くないやん。多くないね。だからその控え室でも結構こう身近におることってあんまりないんやけど、うん、ないないない。久しぶりにその勇者モガ級の時にこう控え室でまあ同じとこで近かったの見たら、なんかあれ試合へのなんか向き合い方変わったんかなって思うぐらいぐらい全然違ったね。なんか、うん、ね、すごかったね、あの日はね。あの時はすごかったと思う、俺も、うん。うん。でもそれとは全然違うんや、じゃあ明日は。うん。もう、楽しみが勝ってる。本当に違う、うん。ですって。ワクワクしてる。ワクワクしてるんですって。うん、こういう時にね、あの、今から緊張してる時って俺の場合はね、うん、あの、本番、前というかね、直前にはほぐれるタイプのね、うん、なんか中学小学校の演劇とかでもさ、はいはいはい、もう前日に緊張する緊張するになったら本番前にほぐれちゃう。はい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 。ただ俺本番の時に緊張してたい人間なんだよ。なるほどね。なんかほぐれきってほしくないの、うんうんうん、だから今ワクワクしてる状態だと本番いい感じの緊張感がピンと張った状態に持っていけると思うんだよ。なるほど。そう、その辺のコントロールってやっぱ難しいもんね。うん、難しい。とかって難しい、これは。まあ、勇者のあれはまたいつもと違うからね。勇者ずーっと緊張してた。全然夜寝られへん。全然。本当に2時間半。寝れてないな。寝れてないな。早く起きて。飯も食ってないし。飯も一食も食わへんかった。なんや。よう冒険しきったなお前、うん、もう終わってからもうタンクさんに買ってもらったホットモットの弁当うまかった。うまいやろうな。うまい。もう落ち着いているから幸せやご飯と思って。でもちゃんと体調崩しちゃった、うん、もうその2日後にはもう39度。明日は大丈夫そうやな。そう、明日はね大丈夫ですよ、うん、もうコンディションはバッチリ。緊張は俺はだからね、前日とかせえへんから、どんな時でも。せえへんけど、なんか、より、今日もしてない。おー、そうなんや。うん、おー、いいね。うん、なんか、タンクさん相手やからじゃない？まあ、そうよね。もう余裕とかじゃないよ。楽しみが勝ってるんだろうね、もう。もちろん余裕とかじゃないけど、どんだけ、やり尽くせるかっていうね、うん、その楽しみが勝ってるんだろうね、うん、絶対、うん、そっちの方が上なんよ、うん、不思議と。じゃあまあ俺もね、久しぶりのタイトルマッチだからやっぱ楽しみっていうのもありますよ、うんうんうん、そう、ポートレートにもね返答円って書きましたよ。ユニットポートレートにもね。何を書いてくれとんねん、ユニットポートレートなんかに。勇者もがきゅう、もがみきゅう、返答円。書くな書くな。くなあんなにたくさん返答円って書いたの初めて。人生で。せやろうな。俺返答円なんて書いたことないもん。むしろ一回もないわ。まあね、その楽しみな2人で、ね、明日はベルトを、はい、取ろう。取りまして、うん。俺は守る。うん。俺は取る。守る。
取る。みんな見に来てくれ、守る。俺は取るから見に来て。何や、取るで締めろや。先に取るから言うてモテるやん。はい、ということで、スーパーチャットの方、はい、ご紹介させていただこうと思います。にゃにゃびびさん、ありがとうございます。ありがとうございます。0125佐々木さん、ありがとうございます。まだね、チケットはね、まだ受け付けてるもんね。はい、リングサイド席が完売しておりますけれども、うん、指定席 A、指定席 B、あと18歳以下の指定席の方も、うん、まだ席ございますので ね、 ね、ぜひともまだチャンスはありますよ。見に来るチャンスございますよ。明日の、グランドスラム in TKP ガーデンシティ千葉大会、ぜひともね、皆様ご観戦よろしくお願いいたしますと。うん、ということで本日もモアキューライブ終了させていただこうと思います、はい、最後に白いパーカーもう一回見たいなって。あ、じゃあインスタライブで見せます。あ、そうね、はい、それがいいね。撮りに行って結構時間かかるんで、はい、はい、明日なんですけど、多分19時オア20時、はいはいはい、多分ね、うん、多分19時からオア20時からモアキューライブやります。はい、なんでぜひともね、皆様、ベルトを取った姿を、はい、見に来てくださいです。はい、ということで、本日の放送は以上とさせていただこうと思います。明日のモアキューライブ、もしくは明日の TKP 大会でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。